最古には、ロバート・ブロック作のホラー小説、及び1983年制作のアメリカ合衆国のサイコスリラー映画、前作、最古の続編として、1982年に発表された。ノーマン・ベーツは、前作の事件以降、20年間にわたって、精神病院の閉鎖病棟で暮らしてきた。主治医の精神科医であるアダム・クレイボーンは、 20年間のーマンと共に過ごしており、いつかノーマンを感知させることによって有名になろうと考えている。しかし彼の計画はノーマンが訪問してきた修道場を考察し、着衣を奪って逃走したことによって崩れ落ちる。ノーマンは他の修道場を連れて車に乗り込み、彼女を撲殺した上で死官を行った。その後、車で逃げ去る道中で、 ヒッチハイカーが目に留まる。ノーマンは彼を殺害した上で、自身の死体に見せかけようと計画する。その後、警察が燃え上がる車を発見し、車中からは、修道所とノーマンと思われる身元不明の男性の遺体が見つかる。しかし、同時刻に生じた巨大な玉突き事故における犠牲者の確認に全力を尽くしていたため、 ノーマンと思われる小死体に対して明確な断定ができないでいる。一方、街ではサムとライラルーミスがナイフで刺殺される。クレーボーンはノーマンと思われる死体はフェイクであり、彼が二人を殺害したと確信するが、警察は会議的であった。事件を調査していく中で、ノーマンの人生を元にした映画が撮影されているという新聞記事を発見する。 クレーボーンはノーマンが制作に関わるものすべてを殺害するためにハリウッドへ向かっていると考え、強行を止めるために自身もハリウッドへ向かう。最悪の事態を恐れ、クレーボーンは映画のコンサルタントの職につき、周囲の物事すべてに対して目を光らせる。キャストやクルー、そして監督のビッツィニに対しても紹介されるが、ビッツィニは、 ノーマンの生き写しのような人物であった。クレイボーンは何か悪いことが起きるのではないかと考えているが、誰も彼を信じようとはしない。しかし突如、プロデューサーが首を切断され殺害される事件が発生する。クレイボーンとエイムズは殺害の現場に居合わせた後、ビッツイニの過去を知る。ビッツイニの母親は彼が子供の頃に交換殺人の被害者となっていた。 一方、ビッツイーニは、マリオン・クレーンを演じている女優を、シャワーシーンのリハーサルを行うという名目で、スタジオに呼び出すが、実際には強姦し殺害しようと計画する。幼少時代のトラウマが、彼の性的な道徳心に影響を与えていた。その結果として、彼は女優に対する強姦殺人を欲していた。クレー・ボーンは、ビッツイーニに対する、会議心を抱き、彼を止めるために、 スタジオへ向かう。彼が去った後に a m ズにノーマンの失踪に関して調査を行っている警察から連絡が入る。警察は車中から発見された小死体がノーマンであると結論づけていた。ノーマンは自身の死を偽装するためにヒッチハイカーを殺害しようとしたがヒッチハイカーはノーマンを正当防衛で殺害してしまった。過去に犯罪歴があり、 再び刑務所に戻ることになるのではないかと心配したため証拠隠滅を図り車に放火し逃走したのである。しかしヒッチハイカーはノーマンではなく自身が修道場を殺害したと考えていた。修道場を殺害したという考えは彼の意識の中で重圧となり結局ヒッチハイカーは警察に自首した。エイムズは ノーマンが死亡しているためビッツイニーが殺人鬼であると結論づけ別の警察官にスタジオへ向かうよう要請する。一方ビッツイニーは女優への強姦を加え立てる。しかし女優の強い抵抗を受けシャワールームのカーテン奥に蹴り飛ばされる。するとビッツイニーはカーテン奥から叫び声を上げながら深い傷を負った状態で現れ絶命する。シャワー奥から現れた。 殺人鬼がナイフを手に鳥女優に近づくが、彼女に切りかかる前に突入してきた警察に撃たれる。殺人鬼の正体は他の誰でもなくクレーボーンであった。彼は一命を取り留め、ノーマンが20年間生活した精神病院に収容された。クレーボーンの同僚は、クレーボーンがノーマンに多くの時間と労力を過度に費やしたが、ノーマンの死亡によって、 望んでいいた名声を得られないと悟りこのトラウマによりノーマンの分裂した人格がクレーボーンに入り込んだと考えた。この別人格がサムやライラ、ビッツィーに映画プロデューサーを殺害したのである。同僚はクレーボーンがいつか完治することを願っているが望みは薄い。最古の続編として制作されているが前作とは違い原作をもとに映画化したものではない。よって 映画と小説は内容が大きく異なっている。なお、ブロックは映画ではキャラクター創作者としてクレジットされている。冒頭、前作のシャワールームでのマリオン残殺シーンが流れる。22年後、精神病院に収容されて治療を受けていた犯人のオマンベーツは病気が治癒したと判断され、裁判所から釈放命令が出される。 マリオンの妹ライラは異議を申し立てるが却下され、ノーマンは釈放される。ノーマンは主治医、レーモンドの紹介で、自宅近くの町のレストランで働き始め、同僚のメアリーと仲良くなるが、母親の影が再び頭をもたげてくるようになり、やがて彼の周囲で殺人事件が起きるようになる。その他、加藤正幸、岡の子、深見理香、堀川涼。 北村光一、池田勝る、小島敏彦、徳丸寛、愛宵一恵子、友江聖子、横尾まり、いくら和江、小室正幸初放送、テレビ朝日、日曜洋画劇場1987年7月26日1982年、小説、最古の原作者、ロバート・ブロックは、続編、最古2を発表したが、ハリウッドのスラッシャー映画を風出する内容であった。 これを懸念したユニバーサルはブロックの作品とは異なる独自の続編を制作することを決定した。かつてヒッチコックに指示していたオーストラリアの映画監督リチャード・フランクリンが監督に指名され脚本にはトム・ホランドが雇われた。最古で監督助手を務めたヒルトン・エイ・グリーンは制作の依頼を受けたものの亡くなったヒッチコックが 続編の制作を承認しないでのはないかと不安を覚えた。そのため、ヒッチコックの娘であるパトリシア・ヒッチコックに連絡を取り、続編に対する考えを聞いた。パトリシアは続編に対して祝福を与え、父も作品を愛するだろうと伝えた。当初はケーブルテレビ向けに制作される予定であった。アンソニー・パーキンスは一度、 ノーマン・ベイツの再演を断ったが、脚本を読んだ後、出演に同意した。パーキンスは、トム・ホランドの脚本を受け取ったが、非常に好きな作品だ。これはまさに、ノーマンのストーリーだ。と語っている。パーキンスを引き入れる前、スタジオは、クリストファー・ウォーケンを代役として考えていた。最後にの撮影は、カリフォルニア州ユニバーサルシティのユニバーサルスタジオ内で、 1982年6月30日から8月13日にかけて行われた。ベイツの家は1960年から残存していたが、モーテルは再建する必要があった。サイコと同様に、ほとんどのシーンがユニバーサルスタジオの裏宅地で撮影が行われた。また、ランプや鳥の剥製、ノルマ、ベイツの部屋にあった真鍮の腕や暖炉等、いくつかの小道具やセットの一部は、 デザイナーのジョン・ W ・コルソとジュリー・フレッチャーによって発見された。サイコで使用された絵の外観は制作のためにユニバーサル・スタジオの別の区画に映された。フランクリンとホランドは共にこの作品をヒッチコックとサイコに捧げたいと考えていた。そのため作品の中にいくつかのジョークシーンを入れた。例えば、メアリーとノーマンが最初にノーマンの母。 ベイツの部屋に入った際、ライトをつける前にヒッチコックのシルエットが壁に浮かび上がる。また、ノーマンがキッチンに入りジャケットを椅子に置くシーン等、様々なシーンを最コから引用している。撮影を受けて、フランクリンはパーキンスを非常に寛大な人物であると語り、マイルズを精力的かつ最も力強い役者の一人として賞賛を送っている。メアリー役には、 前作で殺害される役を演じたジャネット・リーの実の娘であるジェミー・リー・カーティスが候補に上がっていた。マリオンの婚約者サムは登場しない。劇中ではすでに亡くなっている設定になっている。前作でサムを演じたジョン・ギャビンは当時俳優を引退して中メキシコ大使を務めていた。ライラ役のベラ・マイルズは前作に続いての出演である。ヒロイン役を演じたメグ・ティリーは テレビの主張を許されの過程に育ったため、前作を見たことがなく、アンソニー・パーキンスがその作品で高い評価を受けていることも知らなかったため、撮影現場で不用意な発言をして、パーキンスの怒りを買ってしまった。ありがとうございます。